それでは。 本発表では私たちの生活の中にあるデータを分析する学問として統計学に着目をしています統計学とは大きく分けると記述統計と 推測統計に分かれます。まず、はじめにこれらを説明いたします。次に、統計学の入門として、日常をよく耳にする偏差値に着目し、記述統計学の基本事項とともに、その算出方法の解説を行ってまいります。 統計学には事実統計学と推測統計学があります。ここではこれらについて。 観測とは自然科学の分野では実験社会科学の分野では調査のことです観測して得られたデータをひとまずエクセルに入力してみるその時点ではデータの羅列でしかありませんそれを見て この集団に関して何か説明をしてみろと言われても困ってしまいます。データの個数が多ければ多いほどよくわからない事態になってしまいます。そこでデータがどのようなことを示しているのか正しくかつ効率的に読みたいものです。そこでデータを 表やグラフにしてみたり平均値や標準偏差を計算してみたりするのですこれが記述統計の肝となってまいります次にある推測統計学は得られたデータの外への推論といえます集めたデータは標本であるき、 それはあくまで母集団の一部でしかありません。本来私たちが知りたいのは母集団の特徴です。そこで標本から母集団のどのようなものかといったことを推論しますいわゆる母集団に対する推定あるいは仮説検定となります。 それから将来の事象を予測するといったことも行えます。今得られたデータから将来を予測することになり、いずれも得られたデータの外のことを考えるものです。募集団とは、調査対象全体のことで、そこからデータを得るために、選び出した一部を標本あるいはサンプルと言います。 通常何か調査をするときには募集団全てを調べることは不可能に近いことが多いです。例えばテレビの視聴率です。日本の全国の家庭でどんなテレビが見られているのかを調べていくのではなく一部の過程でどんなテレビが見られているのかを調べています。 そこから視聴率を推定してこの番組は〇〇の視聴率があると言っているわけです。募集団の一部である標本を調べてその結果から募集団を推測しているのです。先に述べた記述統計によって標本の特徴をつかみそこから募集団を推定していく。 統統計計とと推測統計はそういった関係でであるる言えるのです統計学には記述統計学と推測統計学があることをご説明いたしましたさてここからは記述統計の中でもよく耳にする偏差値この偏差値とは何かということについて 基本統計量とともに説明してまいります表に示したのは100点満点のテストを A さんから K さんまで10人が受験した結果になりますこのままではクラスの状況は非常にわかりづらいですそこで期日統計の統計量いわゆる 代表値が活躍することになりま,すまずはじめにこれらの値を大きい順に並び替えてみますこちらの表は得点を大きい方から小さい方へ並べたものになりますこのように大きい方から小さい方へ並び替える方法 これを高順に並べると言います。また、逆に小さい方から大きい方へ並べる方法を小順に並べると言います。また、並び替えることをソーティングするとも言います。この表では、大きい方から小さい方に変数が並んでいるわけですね。 高順ですね。大きい方から小さい方へ、高順に並んでいるわけです。また逆になると、小さい方から大きい方へ並び替えた場合については、小順といった呼び方をすることになります。それでは、統計量を学んでいきましょう。まずはじめに、最大値と最小値です。 これは皆さんご存知ですよね。ここでは B さんが100点満点を取っていますね。データの中でも最も大きな値を取る数値を最大値と言います。また最も小さな値。ここでは E さんと I さんが取っていますね。50点ですね。えー、ここでは50点が 最小値になりますこの最大最小というのは統計量の代表値としてそのグループの性質を示しているということが言えますそれでは次に最貧値と中央値についてご説明いたします最値というのは データの中でも最も回数が多く出現している値を指します。八十点と五十点を見ると二回ずつ出ているのがわかりますよね。しかしよく見ると六十点が三回出現しています。したがってこのデータセットの中で最頻値 ととといいううのは60点というこにになるわけです次に中,央値です、ね、中央値は10人いるわけですからこの10人の真ん中の値を考えるわけですデータが奇数であればちょうど真ん中の値あるのですが偶数の場合については2人いるわけですね この場合にはこの2人の値を足して2で割ってあげた値65というのが中央値になるわけです。意外とこの偶数の時どうするのと迷ってしまう人がいるんですけれどもその場合には足して2で割ってあげて中央値を新たに作ってあげようということですね。こういうふうに出るわけです。 続きまして平均値の出し方です。こちらは皆さんもご存知でしょうすべてのデータの値これを足してそしてデータの数で割ってあげる 100+90++50 それを10個のデータで割ってあげる1個当たりどれぐらいなのかという計算で平均値というのは 計算します。これ実際70点という値が出ました、えー、またとても大事な視点なのでぜひ覚えていただきたいのですがこの平均点というのは、えー、0, 0点からみんなどれくらい離れているのかなという平均なんだということですね各データが0からどれぐらい離れているのか ということを覚えていただきたい。こういう認識があると次の分散の時に分かりやすくなるわけですね。えー、ただ単に足して、えー、10で割って平均だもちろんそれもいいんですけれどもその70というのは0からみんな平均すると70ぐらい離れているんだっていう考え方ができるかどうかここがポイントになるわけ それででははここでは分散値を求めます。先ほどの平均値というのがすべてのデータに対して0から大体平均してどれぐらい離れてるかなという認識することが大事だという話をしたかと思いますこの分散値では平均からどれだけ離れているのかなという考え方をするわけですね各データが平均からどれぐらい離れている 平均出そうと思っても全部足しても0点になってしまう。そこで、この差分を2乗してあげようというふうに考えたわけです。まあ、考えたといいますか、このコンピューターがない時代はまあそうするしかなかったんですよね。で、30×30、マイナス 10× マイナス10、これ都合がいいことにマイナス同士の掛け算、プラスになるので、100という値、ね これ何を表しているかというと、この差分を一辺とする正方形の面積を表しているわけです。差分を一辺とする正方形の面積があって、その面積をすべて足したのが2600点。それを10で割ってあげて、1つ当たりのその正方形の面積の平均の正方形の面積っていうのが この260、すなわちこれを分散値と呼びましょうと言ったわけですね。この正方形、平均的な正方形、260。ただ、うん、どれぐらい平均から離れているのかなというのは距離だから、面積で言うとちょっと違うな。そこで、この260というのをルートしてあげる。ね、面積をルートしてあげると、 正方形の面積をルートしてあげると一辺の長さになりますよね。これ、あの、電卓で計算すると、こういう形、16.1。この分散値をルートしてやった値が標準偏差になるわけです。分散値の出し方、大丈夫ですか 得点と平均点の差分だけではうまくいかないので、得点と平均点の差分を一辺とする正方形の面積に直し、その平均が分散になるんだと。そして、それをルートしてやると標準偏差になるんだこれで標準偏差を求めることができましたね。はい。ここまでで 標準的な統計量あるいは代表値といわれるものはすべて出すことができるようになりましたこれだけの知識があれば基本的な統計は大丈夫ですはい次にこのデータがデータセットがあったときにちょっと難しいですかねみんながテストを受けましたテストを受けたときに 例えばじゃあ、満点を取った人の偏差値っていくつあるいは最低得点を取った人の偏差値いくつというように、偏差値を考えていく、標準偏差、偏差値似てますね、でもちょっと違いますね。今回勉強したのは偏差値です。偏差値ってどういうふうに出すのということを最後のページでご説明いたします。 それでは、偏差値の出し方について学習していきましょう先ほどのテストで10人が受けたテストですけれども最高得点を取った人平均点の人残念だけど一番低い点を取ってしまった人それぞれに偏差値っていうのが出せるんだとどうしたらいいの ここちらの式でで出すすとがきます自分の得点を平均点引いてあげるわけですね、何点か、ここで平均より高ければプラス、平均より低ければマイナスの値が出るんですね、ここの格好の中、そして標準偏差、これ先ほど出しましたね、10個のデータから、面積では分散、ルートすると標準偏差、その標準偏差で割ってあげます。 それを10倍してあげるそしてさらに50を足してあげると自分の偏差値が出るわけです。最高得点の場合100点でした。100点引く平均点。割ることの標準偏差 16.12×10 倍。これに50を足すと68.61。ああ、なるほどなるほど。60代。 検査値60代っていうと、うん、大学でいうと、東大とかかなりレベルの早稲田とかかなりレベルの高いところだなっていうふうに思いますよね。次、最小得点だった場合、50点だった場合、5 0 7 0入るわけですね、50が入るわけですね、ここに。で、これ計算していると37.60になるわけですね。 このかける10までの間の値がマイナスになるんですね。結果としてね。50より小さな値になるわけですね。ですから、50より小さな値が偏差値として出てくる。37.60。はい。じゃあ、平均点だった場合。 ま70点だった場合どうなるのか、まあ、式見ればわかるんですけれども、ここの部分が70-70同じですから0点になるので、ここの部分全部0になります。従って50が残るので、偏差値50。平均点取った人は偏差値が50になるんだ。こういう仕組みになってるわけですね。以上で、えー、今回の、えー、説明をおしまいにさせていただきます。偏差値分かったでしょうか わからない人はもう一度ね、ゆっくり見ていただければと思います。ありがとうございました。